コ生放送アルファチャンネルにて生放送をご覧の皆様ありがとうございます。インターネットラジオ局アルファのひどりです。今日はですね、西川口で行われる婚活町を挙げての合コンイベント、西川婚の、実況中継というかアナウンスをこちらのチャンネルでしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみにイベント自体は17時からの予定です。よろしくお願いします。みどりちゃん、ひどりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただですね、お店に対してのアナウンスをこちらのチャンネルでも同時にしていくので、こちらのニコニコ生放送のコメントにはちょっとなかなか応じかねる場合があります。ただ拾える時には拾っていきますんで、どんどんコメントはよろしくお願いいたします。で、私の隣にはアルファのスタッフのもう一人、名前は出していいんですか？どうぞ、はい、ケイタさんという方がいます。ちょっと上から目線の男ですが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は解説役だと思っていただければ。はい、お店へのアナウンスは私が中心に行っていきます。はい。で、どうしてもなんか私がちょっと慌ててしまったっていう時には多分ケイタさんが助けてくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、よろしくお願いいたします。はい、でよろしくお願いします。あと3分くらいですね、お店の方にはもう参加者の皆さんが集まっているんじゃないでしょうかと思っています。コメントの方に面白いのか、マチコン、期待大、出会い、婚活、石田勝とかよくわからない最後の石田勝がよくわからないんですけどまあ最近他のテレビとかのマスメディアでも街の合コンとかを取材してることが多いと思うんですけど、注目はされてるみたいですね。そうですね、はい。この前なんか下北沢で1000人規模の合コンが行われたなんていうニュースがありまして、さすが都内はでかいですね。はい、今全国各地で街コンというイベントが盛り上がっている最中の、西川口の西川コン開催ということなんですけれども、はい、今回は何店舗参加するんでしたっけ？はい、今回はですね、西川口の川口並木商店街さんから、5店舗、参加されています。で、その5店舗にですね、今現在参加者の皆さんがこうグループになってもう座られているという予定なんですが、どうなってるんでしょうね多分この放送を介してお店でも聞かれてると思うんですが、聞こえてますかね？ドキドキしますね。ちなみにどこのお店が参加されているかというと、5店舗、カフェ道屋さんというところと、焼肉ホルモン焼き住蔵さん、どんぶりとお酒のお店どんぐりさん、グレースパブシャンさん、ダイニングバーフレーバーという5店舗さんが参加されています。というところで、あと1分で開催ですね。はい、ちなみに放送の方は西川口三角ベースの方から、特設スタジオを作りまして、はい、放送しております。はい、もしお近くにお住まいの方いらっしゃいましたら覗いていただければ放送風景など見れると思いますので、はい、電車とかで来てもいいですよ今からですか？来れるものならば。はい、そろそろ59分も何秒ですね、15秒ぐらい、そろそろ開催宣言をさせていただきたいと思います。もうお店の方では料理とか飲み物とかの準備とか万端なんですかね。私たちはちょっと見られないのでドキドキしています。あ、今カメラ私の手元が映りました。あ、17時になりました。では西川コン開催宣言をさせていただきます。さて、西コン参加者の皆様、もう着席されてますでしょうか？ここから乾杯まで私ラジオ局アルファのひどりがご案内を務めさせていただきます。よろしくお願いします。さて、乾杯前に本日の西川コンのスケジュールと注意事項を皆様に説明させていただきます。西川コンでは約1時間の合コンが3セット行われます。参加者の皆様は参加店全5店舗のうち3店舗をお楽しみいただけます。本日のスケジュールは次のようになっています。1店舗目、17時趣旨説明ルール説明、17時5分乾杯イベントスタート、18時次の店舗へ移動開始、2店舗目、18時10分に2店舗目乾杯、19時に次の店舗へ移動開始、3店舗目、19時10分に3店舗目の乾杯、19時30分とオーダー、20時にイベントです。続き注意事項をご説明いたします。当イベントは参
加者の皆様が中心で盛り上げるイベントです。スタッフは基本的な進行以外の介入はしません。イベントを円滑に進行する各店で最低1名スタッフを配置します。またルールや金庫に反対およびそれ以外のスタッフの指示に従わけない場合は退場していただくことがあります。その場合参加費の返還は行いません。とリストバンドに腕にとリストバンドがないイベントにできませんので、受け取りをすぐに身につけて、またいかなる場合でもチケットの再発行を行いません。当日および当日以降のトラブルについて、イベント当日および当日以降のトラブル、盗難、事故についてはいかなる理由であれ一切の責任を負いません。参加者は自己管理となります。個人情報に関して、参加者の皆様からお分かりした個人情報は日本を運営し可能な範囲でいたします。その目的でいたしません。最後に事項です。以下の内容を禁止させていただきます。禁止事項を利用した場合、延長していただくことがあります。お気をつけください。その場合参加の返還は行いません。1. 木の宮それに類する行為、2. 自動車および自転車の飲酒運転、3. 必要に応募します、暴力ルート他人をする行為、 4. 特定を追い強引な争いと一般的なマナーが逸脱した行為、行為に体に触る衣服を両属に反する行為、 6. 詐欺、特定の団体への勧誘、イベントの趣旨から外れ行為、その他の点、一般の方、周辺の会場内の店舗をかける注意事項です。まずは緊張をほぐして楽しくください。そしてあと今回まで時間があります。今回参加を表明いただきました5店舗の紹介をさせていただきます。大屋さん、不思議な雰囲気が魅力のお店です。ワインコーディネーターのご主人が作るのはお店が進むことの受け合いです。焼肉もん焼き水蔵さん、焼肉バカが始めた焼肉、そういったわからないこだわりの焼肉、ホルモンは絶品です。どんぶりとけのお店、どんぶり本店という珍しいお店です。どんぶりメニューだけではなく、夜はお酒のお店も充実します。グレースチャンさん、今年で76歳のおままが作る煮物や漬物のお袋の味が食べます。元気のいい大ママが合コンを盛り上げてくれること受け合いです。モーニングバーサーバーさん、憩いの時と絶対のひとときが参加者の皆さんの距離を縮めてくるはず。フレンチを使用したマスターが作る素材を生かしたメニューが光る。当初、会話のお時間が続いてまいりましたが、いかがでしょうか。こちらは大丈夫ですかね。はい、乾杯の温度はですね、委員会のご命により僭越でございますが、私ネットラックアルファ一人がいただきます。この後乾杯いりますが、皆様はよろしいですか。あお店の方にドルがあったみたいで、ということで、ではしばらく、はい、おしゃべりの方にお付き合いしたと思う、はい、よろしくお願いいたします。はい、ああそうですか。まだまだ受けがちょっと混雑したようですね。内部はなかなか大変ですね。参加予定何？参加予定はですね、そうですね、私が聞いている限りは30人ちょっとなんですかね。30人。はい。予定が混雑したということはちょっと何かから10分遅れるかもですね。もともと40人、私がまた当たないところで人数増えてるかもしれないけど、はい、もう少しください。そうね、40分やはり触れそうです。この生放送を聞かれてる皆さんは、同じようにお酒を片手にとか聞かれる予定なんで、この生放送は多分時間ぐらいこのまま続くんですが、はい、そうですね、30人で60人ぐらいかもしれません。まだ若干高いな
なんでね、これがどん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 増えていかがってるんです。ラジオの前さんは僕たち投稿してると思ってなんか質問とかを合間にれば、はい、ありがとうございます、はい、あそうですか。私を楽しみながらお先とございます。会場の様子はちょっと私たち機材で映らないんですね。すいません。もしかしたらとあのうちのルファの方が映っていくかもしれないんですはいですね、公式の言葉で店内の放送ですがプライバシー保護のためできます。ですね、もしかしたら今、埼玉テレビさんの取材がお店側に入っていると思うので、あのこんな開催内容だったとか見られるかもしれませんね、映像。はい、私たちなんか取材という予定なんですけど、ちょっと放送場所が出ているので受けられないかもしれない、残念です。こちらの放送は生放送です。ただ埼玉の取材は生放送ではなく収録ね。イベントは毎年行われますか。あ、毎年お予定だそうです。それから今回は第1回で、来年はもっと人数多く参加者多くなるように頑張っていきたいと思っています。あ、ぜひ電話参加してください。はい、お願いします。チーはここでしょう。ケッタさんは5手参加していますか。5か、はい、ないですね。ない、はい、私も実はないんです。話全く広がらないじゃないですか。コンテってじゃあ想像の中でどう、はい、どういう風に始まるものだと思いますか。よくあの合コンでやるのが王様ゲームですよね。すごい汚れたイメージ汚れた人間の今日おっしゃる方には、はい、初めて合コンっていう方ももちろんいらっしゃいますし、ですよね、まあ、っていうそもそも初めて楽しんでる方もいらっしゃるわけですか。そうです。という方のために緊張しないっていうのを考えているっていうのもあります。あ、そうですね、研究意義ですね。全然思いませんでした。30人行って5店舗に分かるね。そうですね、約30人で5店舗ですね。とまあ10は割る5だから、はい、 6人。あ、その12人ですか。お店によって座れるテーブル数限られていて、お店によっては3席たり行ったりとか、はい、するので、なるほど、みんな均等ではないんですよ。まあ、で12人前後の人たちと話すですね。そうです。そうすると10人一気に、はい、やっぱり男性側が一列に並ぶ、女性側が並ぶんですが、バラバラなんです。ああ、そこら辺の並びちょっと私も聞いてね。じゃあ例えば今僕とりさんが隣ですけれども、はい、仲良くやりたいなと思った時に、だったらどうお話を僕に振ります。初対面だとしたら、初対面だとしたら、そうですね、趣味とかどこかとかそういうことないんですかね。ちょっとやってみましょう。あ、疑似疑似で今ちょっとリハーサルやらないですけど僕たちは放送です。あ、なんか来てますよ。参加者の年齢は分かりますかとか、段階の世代ではない。確かにですね、段階の世代ではないです。ちょっと年齢層高すぎますね。そうですね、人はさまざまって感じですね。今、うん、の幅広いですね。ということで行きましょうか。あ、いいですか。どんどん。それよりも私ケイタさんといつもアルファでいろいろ喋るので、ケイタとは知ってると思うんですけど、ケイタさんそもそも他人に聞かないじゃないですか。ケイタさんからお話してちょっと興味があることを言ってもらうっていうのはどうですか。私がやるんじゃなくて。あ、わかりました、よろしくお願いします。美人ですね。うわー、はい、いや本当
ひどりさんっていう方、やめて、こういう音声がないところでは皆さん妄想が働きますからやめてください。ということで、おふざけはこのぐらいで、はい、やってみましょうか。はい、はじめまして。今日はどこからいらっしゃるんですか？川口内から来ます。川口市の、はい、僕茨城の方から来たんですけれども、川口市っていうとこの辺近いんですか？あ、はい、近いですね。来られちゃいます。へえ、自転車で。川口市っていうのはどうなんですか？住みやすい街なんですか？そうですね、結構あのマスコとかちょこちょこあるし、スーツも意外と多いんです。へえ、山の日なんか何して遊ぶんですか、川口の人たちは？そうです、私はあのアウトドア派ではないので家で過ごすが多いんですけど、あの家の近くのリップシティという NHK とかの施設があって、そこでプラネタリウムがあるのでたまに行きますね。はあ、プラネタリウムですか？ロマンチックな趣味ですね、はい、ありがとうございます、はい、僕の人も田舎なんで星座なんか見えるんですけど、ひとりさんはどの星座がお好きですか？星座のことはわからないんですが、星空を見るのは好きです。そうですか。まあ僕はこの日になったらよく見上げる、エチオピア座とか森はよく見えるので、あー、代表的なやつね、見てて好きなんですけども、あれもう見るだけでもやっぱり心が洗われるようですね。綺麗に。そうですね。そんなことないですか？いや、そうですね。いやでもやっぱマニア、都会とかにいると自然のね多いところに行って星を見るなんていうのもいいかもしれない。そうですよね。天体観測とかに興味ありますか？あ、それやってないんですよ。でスキップシティではそういう天体観測とかもやってるんですよね。へえ。ホームページ太陽の観測とかをリアルタイムでやるんですよ。ホームページでできるんですか？そんなこと。はい、そういうの見られるんですよ。へえ。面白いね。スキップシティっていうのは他にはどんな施設があるんですか？スキップシティっていうのは科学館とかいろいろあり、あ、か。開催できるところとできないところが今。はい。はい。あ、そろそろ開催できるとか受付が終わって開催のところがなってきたようです。開催ということはもう乾杯の温度を追ってしまっているということね。私たちからは皆さん、そのにいる皆さんの様子が見られないので不安なんですが、皆さんお手元に飲み物がもう渡ってますかね。大丈夫ですか？どこと言ってもないんですかね。もうきっともう皆さんの準備ばっかり。ここでおすすめする飲み物あるんですよね。はい、あのキューポラハイボールという川口お店、お酒がキューポラハイボールはですね、バーボンティーの一つあるジンビームウィルキーというジンジャーエールでお店のおさんですね。ジンジャーエールが口が甘くて爽やか、ジンジャーエール好きな私にはたまらないけど、とても美味しいよ。ここにもポストあるんですけども、はい、おじさんがコーヒーがガツンと癖のある癖にある味っていう独特ですね。一個来るな恋みたいなね、はい、ぜひこれを楽しんで試してみてくれると、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんさ、飲み物いきましょうかね。本日は飲み放題となっております。ぜひぜひ頼んでください。質問をお伝えしたんですが、乾杯の温度は検閲ではございますが、委員会でご指名によりましてね、私ひどりが取らせていただきます。先ほども確認しましたけども、お飲み物の準備はよろしいですか？よろしいですか？では乾杯させていただきます。はい、乾杯。乾杯。こちらはですね、お酒の用意などはないのでずっと水で乾杯なんですけど、はい、ミネラルウォーターで乾杯です、はい、透明な飲み物です。皆さん今もうお酒で乾杯してると思うんですけれども、いかがですか？
ニコ生の方のコメントで乾杯ってちゃんと書いてくれてるんですけど、その後にエロいっていうコメントがよくわからないです。エロい要素がどこかにありましたか？透明な液はエロいんですかね。まだまだちょっと、エロい話をするのはちょっと時間的に早いですよ。大丈夫ですかね。これで今そうですね、だいたい10分遅れぐらいで乾杯の宣言をさせていただきましたが、皆さん乾杯できましたか？大丈夫でしょうか？これは、全体のスケジュールはどうなるんですかね？全体のスケジュールは10分から15分押しということですかね。電話で現場とちょっと連携を取りながら進めていくという形になりますね。それともケイタさんがちょっとこう会場までひとっ走りって見てきてくれてもいいんですよ。じゃあ行きましょうか。行ってきてこうまあいろいろ問題があるので声とかは取ることはできないんですけれども、はい、僕はこう感想だけ言いに来るっていう電話で私がこう皆さんに伝えるっていう。わかりました。じゃあ行きましょう。いや行ってくれるんですか？大丈夫ですか？じゃあここから近いどうしようかね、道屋さんとか行きましょうかね。道屋さん、ここからと道屋さんか、どんぶりのお店のどんぐりさんですね。じゃあ道屋さんにまず僕行きますよ。あ、道屋さんも乾杯してるんですかね、皆さんは。どうなんでしょうか。まあ行ってみてってことですかね。道屋ってことですか？はい、じゃあ行きます。じゃあちょっと道屋さん向かってみます。はい、電話よろしくお願いします。私か局長にお願いいたします。はい、待ってますね。で、ケイタさんがいなくなってしまったので私一人なんですが、この放送はですね、ずっと私が喋っているだけではなく、あらかじめ収録してある音源を皆様にお届けすることもあります。その音源がですね、よいしょ、この時間は B 級グルメに関しての、なんだろう、知識、なんかトリビア的なことを皆さんにお伝えするパートが3つあります。同じようにですね、18時台と19時台ですね、他にも合コンに関する知識とか、あとは、アトム通貨、西川口とアトム通貨に関する知識とかの皆さんに対するうんちくを垂れるパートがあります。よろしくお願いいたします。あ、合コンの知識、意外と皆さん合コンの知識って分かんないですよね。私も合コン実はこんなことやっていながら未体験なので全然知らないんですけど、多分これを聞いてる皆さんが思ってるより、そんなところからっていう合コンの知識が披露されると思います。ちなみにこの合コンの知識の披露、出どころは私ではなくケイタさんです。今日の台本はだいたいケイタさんが作ってくれています。私はそれを読むだけなんですが、こういうフリーコメントでは喋ってるんです。ニコ生の合コンやってんな、唐揚げにかけちゃ、聞かなきゃいけないのがいるんですよ。唐揚げにもかけてもいいですかって女の人が聞くとキュンとする男のらしいです。あれはガセネタですか？なかなか私自身合コンというのを見たことがないってさっきからお伝えしてるんですけど、それだからなのか合コンに対するなんか余った知識が先行しちゃうんですよね。必ず王様ゲームをやってるだろうとか思っちゃうんですけど、ないですよ、合コン痛いんですよ。想像の産物ですね、私の頭の中では。さっき私の隣にいたケイタさんは合コン、ケイタさんも合コン行ったことないそうです。で、私の目の前に機材をいじくっている局長も合コンは行ったことはありません。行ったことはこの生放送をしています。今お店では合コンをやったことある人もない人もいろいろ席を共してるんですね、きっと。
必ず王様ゲームで男は全裸になってまだ下ネタを言うには早い時間ですよ、気をつけてくださいやばいですよそのネタは、ちなみに赤いコメントは公式の、うちのアルファの局長がコメントしている色です。私は元気です。あのコメント上で会話するのやめてください超個人的な会話やめてくださいで、あ、そうですね、そろそろ1回目のその知識のうんたらを流してくれるそうです。よろしくお願いします。西川コンに参加中の皆さん、楽しんでいますか？ここからはインターネットラジオ局アルファの私ひどりが話題のお供に西川コンに関わるちょっとしたお話をしていきたいと思います。さて最初のこのセットで取り上げる話題は B 級グルメ。 B 級グルメ、最近はよくテレビなどでも取り上げられてすっかり私たちの生活に馴染んだ言葉ですが、皆さんは一体誰が最初に言い始めた言葉か知っていますか？ B 級グルメという言葉がこの世に生まれたのは今から20年以上昔のことなんです。1985年にフリーライターの田沢隆二さんが書いた東京グルメ通信 B 級グルメの逆襲という本に書かれたのが始めだそうです。さてそんな B 級グルメですが、名付け親でもある著者田沢さんはこんな定義をしています。 B 級グルメとは贅沢でなく安価で日常的に食される庶民的な飲食物のことである。簡単に言うと安くて美味しい料理ってことですよね。そんなの当たり前じゃないかと思ったラジオの前のあなた、実はこの言葉が生まれたのには当時の世相と関わる深い訳があるのです。B 級グルメが生まれた年、1985年はプラザ合意によるバブル時代の幕開けの年でした。空前の好景気に沸く日本、舞を札束が飛び交い狂喜乱舞する人々、彼女とのデートは高級レストランが当たり前、一元さんお断りの高級料理店が軒を連ね、上品な味を売り物にする宮廷料理や高級料理こそがグルメである。そんな空気に世の中は支配されていました。そんなバブリーな価値観に一石を投じたのがこの B 級グルメだったんです。安くて美味しいものにも価値はある、日本人が忘れかけていた当たり前のことを高らかに宣言した著者田沢さんの B 級グルメは徐々に多くの人々に知れ渡り、やがて一大ムーブメントを起こす存在となっていきますが、そのあたりはまた次回でお話ししましょう。それではまた後ほどお会いしましょう。お相手はひどりでした。
グルメに関するあの人生にいるようないらないようなうんちくパートを一回お聞きいただきました。ありがとうございました。ニコ生のコメントで彼氏と電話が長いなとか書いて、彼氏じゃないですよ、今日のイベントに関するあのお仕事のお電話ですよ。ちゃんとお仕事をしてますよ。大丈夫です。で、あのケイタさんにですね、私の隣に座っていただいているケイタさんにあの現地に赴いていただきました。でそのところ、どんぐりさんとどうやさんというお店に今回参加いただいてるんですけど、どんぐりさんはどんぶり専門店ですね、そちらでは12人から16人の男女が和やかにこう会話を楽しんでいたようです。でどうやさん、カフェどうやさんなんですが、こちらも盛り上がってたそうです。12人くらいですかね。やっぱり10人前後なんですね。はい、そうですね。4人の席が3つぐらいありましたね。ああ、はい。そういえばそうですね。私もお店に何度か伺ったことがあるんですけど、はい、4人席が2、3席あったかな。確か。そうですね。どうやさんは手前の方の席の方とかがすごく盛り上がっているのに対して、はい、奥の方はなんか静かに語ってる感じがしてーテーブルごとにこうそれぞれ色があるなっていうのを思いましたね。まあ、どうやさん結構間接照明とかがおしゃれなお店なんで、あ、そうですね、もういろんなタイプの話にも合うんじゃないかなと思いましたけれども、はい、カフェどうやさんはちょっと面白い名前ですよね。いかがって書いてどうやさんなんですけど、最初何も言われるとなかなか読めないですよね。そうですね、私たちも最初いか、いや、あ、どうやなのみたいな、ね、そんな感じにどうやさんのご主人も面白い方です。でどんぐりの方のお店の方は座敷の方で皆さんご奉公されてまして、ね、はい、はい、まあ、座敷なせいもあってリラックスしたムードで皆さん盛り上がって話しましたね。おー、どんぐりさんには座敷の席とあとテーブルの席が2席でしたっけ、はい、ありますよね。今回はおそらく座敷の席で、マチコン進めるんじゃないでしょうかね。おー、座敷の方が確かに日本人的にはなんとなくこう心がくつろげる感じですよね。そうですね、はあ、いいですね。私も見に行きたいですね。あ、じゃあ僕つなぎますから行ってきたらどうですか。いいんですか。まあなんか流してる間でしたら。あ、10分ぐらいしかないですよねそれって。まあ大変だな。なんかコメントでダメダメとか言われありがとうございます。ですね、このパートではあと2回、B 級グルメに関しての知識を垂れ流す予定です。はい、はい、収録音源ですけどね、はい、絶対行かない、ありがとうございます。2つ目が、時間ですと35分からなんですが、どうしますか。どっちでもいいですか。聞きたいですか。まだ早くないですか。そうですか。台本書いたのはケイタさんですけど、私は読んだだけなんですけどね。知識の垂れ流しはケイタさんのお得意ですよね。まあ垂れ流すだけですから。あ、でもその調べる力がすごいですよね。 B 級グルメがよもや20年前の言葉とは私は思いませんでした。いやでもそのぐらいだと思うんですよ。僕が小学校ぐらいの時によくテレビで B 級グルメってっていう特集をよくやってたんですけども、はい、その頃はどちらかっていうとなんかサラリーマンとかがお昼に食べるみたいなイメージの捉え方を、うん、なんか500円ランチとかそういうことなんですかね。東京駅の地下に安くて美味しいご飯を出すお店があるんですよみたいな
捉え方のものが多かったと思うんですけれども、はあ、よく覚えてますね。まあまあ昔から食べることは大好きだったんで、食べることに食べることにかかってるんですね。でもなんか最近はそのご当地っていう部分にスポットがだいぶ当てられて、はい、まあ、その土地独自のものを使ったりとか、その土地から昔から伝わってる料理っていうのを B 級グルメだってこう、そうですね、変わってきましたね、流れがあってだいぶ違うなぁと思うんですけどもね、はい、うん、去年あの B 級グルメ大会とかには行かれたんですか？あ、私行きました。で、あの人混みにすごく揉まれてきました。そんなにすごいんですか？結構すごかったですよ。どのくらいすごいか例えてくださいよ、他のイベントで。他のイベントで、ディズニーランドの、はい、スプラッシュマウンテンの並びとどっちが多い？ディズニーと比べるんですか？ディズニーと比べたらちょっと何分の1とか言わざるを得ない、ちっちゃくなっちゃうじゃない。何言ってるんですか？でも人でいっぱいになるんですよね。そうですね、道路に、会場になってる道路に列はここ並んでくださいっていう、もうきっちりとしたテープが貼ってあるんですよ。へえ。で、日本人はちゃんと礼儀正しいからそこの上に並ぶようにしてるんですよね。すごい。ディズニーより下か、上だったら逆に西海口ランドができますよ、うん、西海口ランド行きたいな。滑りますよ駅から。で、去年も今年もなんですけど、西川口の西口では B 級グルメ、東口では世界のグルメっていうのが同時開催なんですよ。へー、 B 級と世界のグルメは同時に楽しめるんですね。そうですね、お腹いっぱいでした。何品ぐらい食べたんですか去年は？去年は、6品くらい。へー、その一つ一つの量っていうのはちょうど食べきれるぐらいの量？そうですそうです、それを6つぐらい、はい、6つぐらいで、世界のグルメの方もちゃんと、そうですね、同じぐらい、いや、もう少し量が多いかなってぐらいだったと思うんですけど、はい。へー、今回 B 級グルメとかも西川婚のメニューの中にあったりはするらしいですね。するらしいですね。どんなものなのかっていうのは知ってます？ちょっと、あ、でも、去年B 級グルメで1位を取った千人シューマイは出るという話は聞いたんですけど、どうかな。へえ、食べてみたいですね。焼きシューマイって書いて、焼きシューマイだったかな、千人シューマイって確か。シューマイどう焼くんですか？焼くんじゃなかったかな。そうだ、去年私これ食べなかったんですよ、すごい並んでて。へえ、あー、さすがにね。はい、食べたいなとか、これ美味しそうだなって思うところにはことごとくみんな並んでるんです。あー、待ち、やっぱり30分ぐらいとか待ったりするんですか、食べるのに？30分は待たないかなと思うけど、いやでもここを行く間にあったぐらい回るかなとか計算しちゃって、私貧乏症です。心が汚れてる貧乏症なんで、だったら他のものを食べた方がいいかって思って他のとこも行くんですけど、あー、から見るものと、いっぱぐれましたよね。もったいない。じゃあぜひ今年はその辺の並んでも食べたいものっていうのを、はい、なるべく早い時間に行った方がいいですね。去年は何時ぐらいに行ったんですか？去年は12時前後ですかね。12時、始まるのが10時でしたよね。10時ですね。10時に行って12時でもう、あ、もうご飯時ですもんね、ちょうど。はい。で、その B 級グルメの店舗だけじゃなくて、西川口って個人営業とかの飲食店が多いんですよ。はい。で、その飲食店もお店の外に何か食べ物を出してて、そこでも商売してるものだから、もういろんなところでお客さんごった返してて大変でした。ちょうど来るときに商店街を通っては来たんですけれども、はい、初めて西川口歩いてみたんですけれども、いやー、そこの道が人でいっぱいになるわけですか？そうですね。あ、今日ケイタさんが歩いてきた道っていうのは西川口の東口ですよね。東口です。東口は世界のグルメなんですよ。あ、グルメ。じゃあ反対側が B 級グルメなんですね。そうなんそうです。じゃあ明日はそこに人がいっぱい列を作るわけですね。そうですね。で、もちろん世界のグルメの方も人は結構来ます。あ、ところでヒロさん、はい、食べ物を食べるのに、はい、一番並んだ経験って何ですか？で、どのくらい並びました？一番並んだ経験、なんだろう。よく例が出てくるのはラーメンの列ですよね。はい。
はい、ひろみさんは何ですか一番人生を振り返って、まあ、18年の人生だと思うんですけども、そういうあの私をディスるのやめてください。私の年齢ディスりはやめてください。何ですか。何に並んだとか覚えてないんですけど、まあ、30分ぐらいは待った気がします。それは何を食べた時ですか。あ、覚えてませんそんな全然話広がんないじゃないですか。すいません、覚えてない。あの私新しい記憶を覚えるために古い記憶がどん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 刷新されていっちゃうんで、メモリがないんですよ。そうなんですか。はい、で突然思い出して、ああそこで並んで、あそこで食べたわってなるんですけど、その時にはもうその知識いらないっていう。僕2時間半並んだことありますよ。うわ、何食べたんですか。え、しかも食べられませんでしたよ2時間半並んでひどい。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、あの大正軒っていうラーメン屋さんありますよね。あ、はいはいはい。あのでそれの本店が昔あったんですけれども、今はその区画整理なくなっちゃったんですけれども、はい、それの店長さんがまだご健在の時に行って、はい、並んだんですけれども、はい、2時間半で 2人前の人で麺が切れたって言われて泣く泣く帰ったことがありますねかわいそうですねまあでもその近くで見つけたラーメン屋が美味しかったんで良かったんですけれども、はい、まあ、それが最高記録ですかね。かわいそうですね。かわいそうでしたね。でも今はね、並ぶのが最近当たり前ですからね、人気のところ。そうですね。まあでも支店とかも増えてはきてるし、あのなんかラーメンとか自体も、はい、まあ、ラーメンも B 級グルメって言っていいんですかね、ああいうものって。まあ、ラーメンはラーメンで別ジャンルのような気もするんですけれども、うん、今度ラーメン博とかありますよね。知ってます？ありますね、はい。ラーメン博とか、そのラーメン博物館とか、なんかラーメン国技館とか、そのラーメンを食べる機会みたいなのが、有名店のラーメンを食べる機会増えてきたので、はい、なんか昔ほどは並ばなくても食べれるようにはなったんですけれども、はい、まあ、それでもやっぱ1時間ぐらい待ちますよね、美味しいものを食べようと思ったら。あ、そうなりますけど。というところで、あのケイタさんラーメン好きすぎてラーメン談義になってきたんですけどあと2時間半いけますよ。いや、やめてくださいで、そろそろ B 級グルメのいらないうんちく第2回を流していただきたいんですが、局長よろしいですかね。はい、2、3分のうんちくなのでどうぞお聞きください。西川コン参加者の皆様、楽しんでますか？お話が盛り上がってる方は聞き流してくださいね。さて、前回から引き続き B 級グルメの第2回目、次の話題は B1 グランプリです。 B1 グランプリという言葉を皆さんは聞いたことがありますか？その名の通り、全国各地のご当地 B 級グルメを競い合う祭典です。この B1 グランプリこそが近年における B 級グルメブームの火付け役となりました。前回お話ししたように、約20年前に産声を上げた B 級グルメはメディアでも定期的に取り上げられ、徐々に徐々に市民権を得ていきながら、その言葉の意味を広げていきました。安くて美味しいものから、安くて美味しくて地域に根ざしたものへと、すなわち B 級ご当地グルメが誕生したのです。 B 級ご当地グルメを日本各地で地域おこしに活用しようとする動きの中、開催されたのが B1 グランプリだったんですね。 B1 グランプリは、安くてうまくて地元の人に愛されている地域の名物料理や郷土料理を B 級ご当地グルメと定義し、その日本一を決めようという趣旨の大会です。さて、そんな B1 グランプリの栄えある第1回の優勝者は、言わずと知れた富士宮焼きそば。コシの強い麺に独特のソース、肉かすなど強烈なインパクトを持ってグランプリに選ばれたこの富士宮焼きそばですが、グランプリ優勝後には各メディアに取り上げられ、全国的なブームとなりました。東京から富士宮への直通バスも運行される盛り上がりようで、休日ともなれば市内や目当ての観光客がにぎわい、その経済効果は数百億円とも言われている。 B グランプリ、現在
回を来場1回あたり30万人前後一大イベントを設定しました。 B 級ご当地グルメも一時的なブームではなく一つのブームとして私の周りが根付きつつありますよね。そんなグルメを扱ったイベントが下川口でも開催されるのは知っていますか？さて、次のお話はまた次回。では、でした。1回のライブンチク、いや、人生ですよね。ライブンチク、ありがとうございます。ケイタさん、はい、聞いてきました。いかがです？意外と面白いですよね、こういう知識の掘り起こし。皆さん、何かうんちくないんですか？じゃあ、B1、B 級グルメに対して。あ、何でもいいですよ。え、うんちく、ないですね。私、面白みのない人間ですね。ごめんなさい。なんか話広げられない。ほんとすいません。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ほんとすいません。はい。すいません。ごめんなさい。はい。なんすかね、この名古屋から合コンとは全く正反対の険悪な雰囲気っていう。同じ男女で喋ってるだけのはずなのに。そうですね。全然もう合コンの方は険悪に見えて実は仲いいっていうのがほらあるじゃないですかね。あるかもしれないね。うん、ある、あ、きっとありますって。そうだといいね。うん、そういうのがほら、あの、気の置けない間柄っていう。気の置けない間柄ってのはどういう意味なんですか？気の置けない仲っていうのは、あの、ちょっと字面で見ると気を許し合えない仲なのかってなるけど違いますよ。あ、そうなんですか？はい。うんちくあったじゃないですか。ケイタさんは言葉を知らなさすぎなんですよ。そうなんですか。はい、ほら今コメントで助けてくれますよ。気を使わなくていい仲っていう。へえ。じゃあそうですね、ケイタさんあれですか、情けは人のためならずっていうのをその言葉の通りに考えちゃう人ですか？いや、情けは人のためならずは結局回り回って自分に返ってくるからって意味でしょ。そうですよ、うん、うん、そんな感じですよ。そうなんだ。はい。へぇ、大丈夫ですか？薬不足的なやつですか？ん？薬不足みたいな、ほら、薬不足、薬不足をよく、はい、あなたでは私の、はい、私のレベルに合いませんよっていう、はい、こうセリフ言うけど、本当は私のレベルが合いませんよっていう意味じゃないですか、はい、あれは。そうですね、そういう意味ですよね。はい、2が勝ちすぎるって言いたかったのに、私には薬不足ですって言っちゃう方ですよね。そうですね、はい、よくある日本語の間違いなんですけれども、はい、最近多いですからね。まあ日本語のプロフェッショナルってことでいいですか？じゃあひどりさんは。やめてください。なんでこの話になったんでしたっけ？俺が日本語が分からなすぎるっていう話からですよ。そうだっけ。まあそんな風に仲が悪いように見えて仲がいいかもしれない、実はどっちなんだっていう私たちですが、はい、今西川コンの生放送をしております。ですね、受付でちょっとごたごたがありまして10分遅れのスタートとなっています。でこの後もですね、若干10分ぐらい押していって最後でちょっと、まあ、大人の事情で辻褄を合わせるみたいな感じになっていくと思います。よろしくお願いいたします。先ほどから聞いていただいている人生にいるかもしれない、いらないかもしれないうんちくなんですけども、あともう一つあるんですよね。次が、去年も川口で行われた川口 B 級グルメ大会についてのうんちくです。まあこれはうんちくというか、なんだろう、去年の報告みたいな。そうですね、はい、去年の B 級グルメを、ベスト3形式でお送りするという内容になっております。はい、今合コン参加中の皆様は去年の B 級グルメ大会とかには行かれたんでしょうかね。行かれたんですかね。ちょっと僕 B 級グルメっていうものに関して本当に関わったことがないので、はい、どういうものなのかとかどういう味なのかとかいうのも全然わからないんですけども、はい、今回の記事も、はい、本当に想像と知識だけで書いたんですけれども。あ、そうなんですか。はい、B1 グランプリとか行っては見たいんですよね。はい、ただ全国で開催されていたりするんで。あ、そうですね、次が東北とかだったかな。はい、
ちょっと東北にまでは行くのはきついなとは思うんですけども。あ、でも B1 グランプリは確かになかなか行けないですけども、いろんな各地でこういう明日開催される川口 B 級グルメ大会みたいなのはやってるんですよ、調べると。へえ、はい。でもまあ折もよく明日 B 級グルメ大会だから行ってみたらどうですか。おお、行こうかな。じゃあ結構楽しいですよ。これメニューとかも毎年だいぶ入れ替わったりするんですか。あ、同じメニューが出ることもあるんですけど、やっぱりちょっと変えてくるところもあるみたいですね。へえ。やっぱりその大会競い合うわけじゃないですか。だから今年こそはってこう頑張ってる人たちもいるわけですよ。あ、そういえば、はい、B 級グルメ大会とかって別に個人とかで出てもいいんですか。あ、それに関しては多分開催側の規定とかなんとかあると思うんですけど、去年は、うん、お店ではなくチームで参戦してる方々もいました。へー、あ、じゃあもうアイデアさえあればもしかしたら出るチャンスがあるかもしれないってことですか。そうじゃないですかね。なんか料理漫画とかの世界ですよね。あ、そうですね。そうなってくると、はい、燃えてきます。そういうの、そういう観点で見ると燃えてきますか。いやー、でも料理ができないんで全く。あー、そうですか。食べるだけですもんね。そうですね。だからなんか味見担当とかにしてもらえるといいと思うんですけども。それはちゃんと味に対するこう忌憚のない感想を述べてくれる、まあ、好みはありますけどね。ああ、それありますけど、もうもちろん忌憚のない意見は言いますよ。あ、そうですか。ケタさん辛いもの嫌いなんですよね。苦手ですね。あ、食べられないんですよね。痛いです辛いものダメなんですよね。じゃあ漏れなくケイタさんにはからしとか唐辛子とかの盛り合わせとかね、 B 級グルメですよみたいな食べていただけますか。リアルな話、ピリ辛って書いてあるとすごい引きますもん。そピリ辛ごときで引くんですか。食べ物に対して引くの早いでしょう。ほんとほんと辛いのダメなんですよね。こういうのってなんか小さい頃にその舌を鳴らさなかったからだって言うんですけど、はい、そうなんですかね。そうなんですかね。あ、でも私も辛いのダメだったんですよ。へえ。でも一人暮らしを始めた時にカプサイシンダイエットだってなんか一人で調子づいて毎日毎日ペペロンチーノばっかり作って食べてたんですよ。そしたら慣れました。え、効果はあったんですか。あ、そっちに対する効果は忘れました。忘れました。忘れたけど収穫としては辛いのが大丈夫になった。むしろ好きになった。ラー油とか使いますね、よく。そうですね、はい、ひとりさん料理は多分食べられないですね、僕は。あ、でもそんな辛いのばっかり作るわけじゃないですよ。どうですか。え、ちなみに得意な料理とかは何になるんですか。得意な料理はありません。苦手な料理はありません。万能じゃないですか。じゃ違います生放送を聞いて、初めてこのアルファのチャンネルで私の声を初めて聞いてる方はちょっと分かりづらい内容と思いますが、そもそもアルファを知ってる方には多分分かってると思うんですが、私料理を嫌いと公言しているので、はい。え、でも苦手なものもなくてこう得意なものもないわけでしょ。あ、でも自分で味見できないのでわさびは苦手です。え、わさびってさ料理に入れる、そもそも。え、わさび漬けとかそういうの作りますよね。いや、なんていうか調味料としてはなかなか使わなくない、その漬け足すものとしてはあると思うんですけど。え、あ、漬け足すもの、あ、添えるものとしてはわさびってありますけど、あ、まあ、わさびを調味料として使うっていう場面ってあるんですか、料理で。あるんじゃないですか。最近キムチの中にわさび入れるとかあるみたいですよ。聞いてるだけでもう舌がヒリヒリしますね。うん、私も辛いのは食べられるようになったんですけど、わさびは苦手なのでなかなか舌がお子様ってことですよね。そうですね、そうですね。だ、まあ、僕みたいのがね、今回参加しているフレーバーさんとかの大人な味に行った時にこう感銘を受けるのかもしれませんね。あ、フレーバーさんはとっても素敵なお店ですね。今回参加してらっしゃる5店舗さん、皆さんこう特色がすごくあって全く被らないお店が5店舗並んでるわけですけど、確かにそうですね全然被らないですよね。カフェあり、バーあり、パブあり、はい、焼肉屋あり、丼屋ありの、はい、なんか全部キャラが立っている感じになりますね。ここまで被らないと逆に面白いくらいですよね。どのお店に行っても新鮮な気持ちで、はい、話できますね。
普通1店舗ぐらいジャンル被るんですけどね。そうですよね、そのバーとか、はい、多くないそうですもんね、はい。まあ、だからあのくじ引きとかでこうすれ違うね、あの異性の方とかにこんな店だったよなんていう情報交換とかし合ってみるのも面白いんじゃないでしょうかね。あ、面白そうですね。そういう情報交換って意外と嬉しいんですよね。さっきあそこのお店行ってきて、あそこのお店気になってたんですよみたいな、あ、そんなのしませんか。いや、するんじゃないですか。なんか合コン経験がないっていう割にはなんか実はあるんじゃないですか。あ、実はないとか、実はないですけど。そうなんですか。実も何もないですけど、本当にほらあるじゃないですか、妄想って。妄想、妄想、自分の中で自分が合コンに行くことになったらこんな感じかなとか。はあ、はあ、え、もし行く、はい、行くことになったら、はい、どうしたいですか。え、もし行くことになったらどうしたい。え、それはもう狙いに行くんですか、やっぱ自分好みの異性を。いやー、私食べるのは好きなんで、その場の雰囲気を普通に宴会として、あー、ダメだ、こんな生放送を担当してるものがこんなこと言っちゃダメですよね。まあ宴会として楽しむんじゃないですかね。じゃあ女性として、はい、例えばですけれども、はい、まあ、ひどりさんのことすごく気に入った男性がいたとするじゃないですか、はい、で、まあ、ひどりさんにこうね、連絡先とかよかったら教えてくれませんかとか、こうアプローチをかけてくるとしますよね、はい、それはどういう風にアプローチされたらひろいさんは思わずこう、あ、教えてもいいかなみたいに思います。合コンという場でですよね。はい、だからどうしたらうまくこう心をこうで女性からすればこう開いてくれるのかなっていうのが男性陣気になると思うんですけれども。あ、難しいな。合コンという場で、場で、あ、そこの妄想はしたことがなかった。じゃあ今してください。そうですね、こう難しいですけど、なかなか難しいけど、そつなくこうなんか次どっか行きませんかみたいなことを言ってもらえたらいいかなと思いますけど、私逆に多分あそこのお店気になってたんで行きませんとか多分言っちゃうと思います。あ、逆に誘うっていう。誘う、あ、ダメですか。いや、いいんじゃないですか、嬉しいんじゃないですか。いや、今は受け身の男性も多いですからね、うん、どんどん誘ってもらった方が嬉しいんじゃないですか。そうですかね。まあまあ、でもね、せっかくの合コンだから男性側も押していきたい部分はあると思うんですよ。だ、そこは女性目線からアドバイスとかありますか、はい、こうしたら女の子がこう、はい、すごく気持ちがよく誘われてくれるみたいな。あーですね、難しいなぁ。別に真摯に真面目に言ってもらえたらいいんじゃないですかね。次行こうぜみたいな。いやいや、そうそう、ま、なんでちょっと BK みたいな入るんですか。次行こうよ、いい店あんだけどみたいな。のの逆をやればいいんですか。そうですね。あ、反面教師として、これ啓太さんの反面教師としてやっていただければ。あ、真摯にね。やっぱ真摯っていうのはポイント高いんですか。あ、私の中ではポイント高いですね。へー。でも人によってはやっぱやんちゃな方が好きっていう人もいるんで、その見極め大事じゃないですか。あー、それはどうなんですか。やっぱりどういうところで見ればいいんですか。難しい。僕さっき言われた通り、特に人間に興味がないので根に持ってる。はい、あ、そろそろ収録音源の3つ目を聞いていただきたいと思います。啓太さんの話はもうちょっとどっかに置いておきましょう。はい、ではどうぞ。ミッションオンスペシャルプログラム、またまたご歓談中に失礼いたします。インターネットラジオ局アルファのひどりです。そろそろ最初のお店での終わりの時間に近づきました。 B 級グルメの第3回目、川口 B 級グルメ大会についてお知らせします。明日開催される川口の一大イベント、皆さんは知ってますよね。そう、川口 B 級グルメ大会です。川口市内から選び抜かれた B 級グルメが
来場者の投票によりグランプリ決定される年に一度のお祭りです。値段も1品150円から250円と大変リーズナブルな価格で提供され、毎年多くの人でにぎわうこのイベント。去年の来場者は3万8000人と発表されています。そんな川口 B 級グルメ大会、去年2010年度の大会で上位入賞したメニューたちを、今回はベスト3で紹介していきたいと思います。では、早速の第3位。チーム黒潮、芋のまんじゅう。中にお肉の詰まった揚げた芋まんじゅうに熱々の大根おろしのあんをかけたメニュー。なんとこのメニューは川口 B 級グルメ大会のみでしか食べることができない限定メニューなんです。まさにご当地ですね。それでは続いて第2位、そばの沢わらび餅。お蕎麦屋さんが作るわらび餅、予約しておかないと夕食時にはすでに完売してしまっているという人気メニューが B 級グルメ大会に参加。デザートでは唯一のランクインです。プルプルとした食感はあなたのわらび餅の常識を覆します。そして第1位、イーウィシャン千人シューマイ。埼玉県が全国に誇る最高品質のブランド豚、彩の国黒豚を使用したシューマイ。豚肉独特の癖がなく、まろやかな味わいという彩の国黒豚は、2000年食肉産業展で行われた銘柄ポーク好感度コンテストで全国総合1位を受賞したという一品。まさに王の中の王、グランプリの中身もグランプリというものすごい B 級グルメです。どうですか？食べてみたくなりましたか？他にも美味しい B 級グルメがたくさんあります。明日30日の午前10時から JR 西川口駅西口にて川口 B 級グルメ大会2011が催されます。同時開催で東口では世界のグルメ大会も行われ、さらにバザールコーナーも設けられるというこの一大イベントに、西川コンで仲良くなった人と一緒に行くなんていうのはいかがでしょうか。それでは引き続き西川コンをお楽しみください。お相手はひどりでした。人生にいるかもしれない、いらないかもしれないうんちく第3回目、ありがとうございます。聞いていただきました。B1 グランプリじゃなくて川口 B 級グルメ大会に関してでしたね。明日も行われます。今日は西川コン、明日は川口 B 級グルメ大会、いかがですかね。で、第1回目の時間が、10分押しですので18時10分ぐらいまでですかね。あと10分ちょっと、はい、もう少しだけご歓談いただけます。でですね、もう少し、私たちがあと5分程度ですかね、また放送をして、そろそろお店を移ることになりますよというアナウンスを差し上げるので、それまではどうかちょっとだけですけどご歓談ください。よろしくお願いいたします。